さあ、泣いても笑っても最終ホール9番ホールのパー5、485ヤード。番狂わせが起きております。グリーン&ブルーの直接対決。なんと同点で最終ホール。どんなドライバーが飛び出るのか、ブルーのティーショット。なんと7打差のアドバンテージをつけての折り返しの後半で追いついて0対0 のアドバンテージなし。ティーショットだ。右からの巻いての真ん中、ナイスショット。ゼラバヒューン。そうそう、当たらへん当たらへん。アゲンスト、仕切り直し、仕切り直します。綺麗に飛び出た。右サイドフェアウェイ、ナイスショット。完全なるサイドバイサイドで両者好発進からのイエローのティーショット。3番ユーティリティ257ヤード、グリーンセカンドショット。大きく空に羽ばたいた。完璧なセカンドショットはグリーン手前。100、150、180ぐらいか。ブルーレンジャーゴー。これまた完璧なセカンドショット。ナイスショット。3打目、残りセンターで111、ちょい奥な感じ。うん、打ち上げながら9番だね。うん、ヒット寄せたい。右行った、右行った、右のラフだ。バンカーよりちょい前。手前？うん、全然前。3打目、ピッチング。うまいことランは出なかったー。ショーティー。4。あ、やった。5打目。走っちゃうやつだよ、それは。コロ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 。ハイボン。ハイボン。ヤバミ。ヤバミ。行くよ。58度。4打目。めっちゃ食べると思うこれ。ナイスアウト。これはヤバいマジで。これは無理だ。5打目。ナイス。ナイス。何パ？ボギーパ。フック意味だったこと？ダボッパ。あー、オッケー。トリー。あー、終わった。で、これがボギーパ。さあ、ダボパ。
リングショット。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。僕は100でした。いいよ。ギリギリギリですね。屈辱だよ。屈辱。まあ、結果は言わずもがな。下克上ですよ。下克上。まさかの番狂わせ。いやー、まずコースもね、そんな難しくなかったんですけどね。確かに。いや、グリーンが94出したぐらいだからね。おい。こんなに難しいコースじゃなかったんですけど。まあベストタイ。ベストタイ。94ベストタイ。もうちょっとね、縮められるとこあったよね。あったね。あった。ちょっと反省点、ちょっと述べて。まあ、パッド。パッドがひどかったな、今日。縮めればいいな。あれ、これどこやったっけ。グリーンなしで出てますね。プレーでもこういうとこ出すんですよ。本当遅延。まあ3パット結構やったんですよね。今回4パットだし、もうそこですよ。それがなければ85なんて余裕。本当に。そう余裕ではないけど、まあ見えるんじゃない。今日94でしょ。94だから。いやけどパットさ、パットとか変なボンミス、なんかすごいさ、なんか100ヤードぐらいの薄いが足りてもさ、あれ癖はいけんじゃない。なんかそう見えた気がする。90切りはね、入り口は叩いてたね。そうですね。もうちょいね、前半42 44。じゃあ次、叩き上げだったね。うん、叩き上げでね、レッド行っちゃう。レッドコンコンコンって言って、でも85切りだから、やっぱそこにはその通過点なわけよ。そう、ね、レッドもね。だから誰を倒してうんぬんっていうのも必要だけど、その85に目指すにはレッドも お前もなかなかやるじゃんと、それぐらいのラインまでやっぱ持ってけるね。こう、けど内容だよね。やっぱ内容、中身、まあそれがイコールスコアにつながりますからね。中身がきつい。でも倒すんだって今じゃん。腰やってるじゃん。お、今だ今だ。ああ、腰やってやっちゃう。弱みにつけ込んでやっちゃう。勝ちは勝ちだから。そうだそうだ、やっちゃいますよね。そう、でもやっぱアプローチだよね。でもね、やっぱり大事なのは。いやけどやっぱり今日のイエロー見てたけどさ、持ち券のね、もうちょっとアドバイスやっとけばミスが少なくなる気がするんだけどね。やってあれだよ。いやでもね、今日思ったのが、ちゃんと学んだことをやっぱラウンドで生かすべきなの。うん、今日あのね、テンさんがアプローチで、うん、なんか YouTube で、うん、なんかハンドファーストのアプローチをずっと見てたんだって。じゃあ俺はできる気がするっつって、うん、52度、うん、52度持ってやったら、うん、めっちゃ高い。やっぱりそれについて、ね、ちゃんとこう練習で落とし込まないとダメだよね、自分にね。そうそう、体にリングだけじゃダメなの。しっかり体で思い壊さなきゃいけないのね。そう、それを今日グリーンはうまくできたもんね。まあまあ、それはね、やってるからね、実際体に覚え込ませてるからね。まあけどね、よかったよ今日。屈辱だよ。まあ、よかったですね。よかったよかった。じゃあ次はレッドだ。おレッドまだ早いな。レッドだ。いや、時間の問題だよ。このうっちゃポンポンってポンコンって、うん、トシミンもやば。なんでね。いや、あの子もだって白 T で80台で回ってっから、パーンって行こう。むしろトシミンが一番うまい。むしろトシミンが一番うまいじゃない、うん、だから、まあ、とりあえずコンコンって行こう。そこつついていこう。トランスはさ、リズムよくそうだよ。リズムが勢い乗ってるから、まあ、とりあえず今のうちにこの動画でレッドに生成する中になって。そうそうそう、どうぞ。じゃあレッドやりますか。弱々しいよ。ちょっと今ちょい言おう。テイク2、テイク2。じゃあレッドに。レッドやろうぜ。ダッサい。ダッサい。ダッサい。だけどいろいろさ、だって日々のさ、てかむしろなんかこう、なんだろう、憤りとかさ、なんか込めてさ、やっぱあるじゃん。だけどレッツスツたまたまあるじゃん。レッツにも負けない。俺が代弁する、代弁する。いや、不可能だと思ったブルーを倒した。今のグリーンは最強だ。だから、レッド出てこい。これだ。
まあけどね、いずれレッドとかやりたいね。いや、いずれじゃない。もう、ね、もう行く。動画のネタがいいもんね。もう行きますからね。やったもう行くよ。お前ほんと天下だと思うなよ。お前の天下じゃねえぞ。リーダーだからっていつもうまいと思うなよ。いるからな。一応グリーンがいるからな。かっこいいかな。下からかっこいい。いつまでも自分が頂点だと思うな。下克上だぞ。え、都市民モデルで来い。だからさ、レッドと回ったのもある。お願い、ちなって、何勝負したことなくない？そういうの。あー、そうっすね、あのガチンコ勝負ないっすね。一番最初の動画ぐらい一瞬回ってたの、でも結局まあレッドに負けてます、僕は。僕は結局まあ負けるんでなんですよ。まあいいです。僕が勝てるのはイエローだけです。そうそうそう、本当に下級選手だ。そうそうそう、最下級選手。彼はもう絶対下級選やってこないです。そうそうそう、不動の地位で行こうと思ってる。痛い。とりあえずやろうか。レッドもう気合入ってるんで、じゃあそれまでしっかり仕上げてこいよ。レッド練習しとけよ。何でもビビんなよ。練習しとけよ。身内だからって容赦しねえかんな、こっちは。ビビんなよ。そうそうそう、それそれそれ、もっと怖い。もっと強気に行こうよ、もうね。まあね、まあまあ、じゃあもうレッドも俺に煽ったから。お疲れ様でした。だけどよかった、本当に今日楽しかったよ。ありがとうありがとう。えいっちゃ終わり。ありがとうございました。じゃあレッドリー、レッドやろうぜ。さっさー。